5月28日は東金商店街で職人体験。パン屋さんのいつもは見れないディスプレイの裏側とは。本格巻き寿司を覚えて来年の恵方巻きは手作りにチャレンジ。留学生必見。着物の着方を覚えて茶道も体験。カフェでジンジャーエールを作りまったり過ごすのもいいかも。他にも内容盛りだくさん。5月28日は東金商店街で職人体験、東商連エクスカルジョン。応募は東商連ホームページもしくは Facebook のイベントページをチェック。